あ、山中さん、山中さん、はい、はい、今日は何ですか。今日は中古車の。中古車ですか。はい、ノアじゃないですか。ノアですね。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいですよね。ということで、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、ほいで今日担当していただくのが、はい、営業の山中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では改めて、はい、今日ご紹介の車、はい、一応聞いておきますね。はい、これは何というお車ですか。トヨタさんのノアですね。ですよね。あの大人気の、大人気のトヨタの誇るミニバンですよね。はい、じゃあいろいろ聞いていきますね。はい、まずこちら、はい、年式は、年式が平成19年9月ということは何年落ちですか。16年落ちですね。16年、まあまあ経ってますね。経ってますね。結構経ってますね。結構経ってますね。じゃあ走行距離も結構走ってるんじゃないですか。と思いますよね。思いますね。67,000km。え、全然走ってない。ね、年式の割には。あ、そうか。全然っていうと語弊がありますよね。全然、まあ6万キロだとまあ走ってる方ですけど。はい。でも16年。16年。で6万キロ。67,000km。年間で言うとそんな走ってないですね。年間で言うとそんな走ってないですね。1年で割ったらそんな走ってないですね。はい。年で割るとはあんま走ってないね。ただね、はい、世界のトヨタですから。はい。まだまだいけるでしょう。いけるでしょう。いけますよね。ね。なんちゅうても中谷さんで整備してお渡しですからね。はい。間違いないですよね。頑張ります。じゃあこちらグレードは。グレードがね、スタンダードなベースグレードですね。 Y と Y って書いてますね。 YY、 アルファベットの YY、 YY ですね。 YY、 あと車検はどうなってます。車検がですね、来年の、令和6年の9月まで残っております。じゃあ1年弱ぐらいですね。1年弱ですね、残ってますね。はい、じゃあちょっとね、はい、いろいろ聞いてる間に外装を見ていただいたんですけど、はい、大きな傷とかはあるんですか。大きな傷は 見当たらないです。ないですか。ないですね。まあ16年経ってるんでね、はい、小傷とかはあると思うんですけど、ありますけどね。確かに僕もさっき見たんですけど、はい、大きなへこみとか、はい、傷とかはなかったですよね。はい、そうですね。でまあまあ綺麗ですよね。まあまあ年式の割にはね。ですよね。ちょっとめっちゃ綺麗ですよね。はい、ですね。いや、ほいでね、はい、ヘッドライトめっちゃ綺麗なんですよ。ですよね。16年でしょ。はい、これめっちゃ綺麗じゃないですか。まだ綺麗な方ですよね。あと僕がね思ったのは、はいはい、ところどころメッキ使われてるんですよ。使ってますよね。前とか、前ですね。あとこの横とかちょっといいですよね。ワンポイントね。ね、いいですよね。それでこの後ろね、はい、後ろもメッキ使われてるんですよ。使ってますよね。これもそこまで使ってますね。ワイワイって書いてるじゃないですか。書いてますよね。これグレードのワイワイですか。グレードですね。グレードがここにワイワイって、ね、ワイワイで思いっきり書いてますね。書いてますね。あと社外品ですけど、はい、アルミホイル。そうですね。入ってますね。入ってますね。ちなみにこれ何インチですか。こちら15インチですね。15インチですね。はい、で溝はあります。溝はまだありますね。全然大丈夫ですか。はい、しばらくいけそうですか。はい、しばらく大丈夫です。じゃあ次何層見ましょうか。はい、ちょっと行きましょうか。はい、そうですね。はい、ちょっと行きましょう。はい、開けます、はい、じゃあまずシートね。はい、シート見ますよ。はい、あ、これシートカバーですよね。ついてますね。結構おしゃれな綺麗なシートカバーついてるじゃないですか。ついてますよね。ほんで下もめっちゃ綺麗じゃないですか。そうですよね。16年でしょ。16年ですね。ほんで前がこんな感じですね。そうですね。めっちゃ綺麗じゃないですか。いいですよ ね。横も綺麗やし、はい、ね、この辺もここも綺麗。そうですね。ほんでハンドルカバーついてますね。ついてますね。ほんで座り心地はどうですか。うん、大丈夫ですね。問題なし。問題ないです。16年やけど問題なし。問題ないです。じゃあちょっとエンジンのかかり具合チェックしましょうか。はい、かけてもらっていいですか。エンジンかけますね。はい、じゃあ、回します。回すんですか。そうなんですよ。あ、そうか、16年前から これなんで。これね、はい、懐かしいですね。懐かしいですね。プッシュスタートじゃなくて、はい、これなんですね。はい、わかりました。じゃあかけてください。はい、かけます。問題なしですね。問題ないですね。かかり具合良好ですね。良好ですね。エンジン良好ですね。はい、さすが世界のトヨタですね。世界のトヨタですかね。じゃあ内装の装備をお聞きしましょうか。はい、何がついてます。まずはナビ。ナビ、はい、ナビついてますね。ナビついてます。ちゃんと動いてますね。動いてますね。現在地大丈夫ですね。大丈夫ですね。あとは、あとはバックカメラ。バックカメラ、はい、ほんまですか。次行きますよ。行きましょう行きましょう。はい、バック入れます。はい、ありましたね。はい、ちゃんと映ってますね。はい、映ってます。それとあと ETC。 あ、 ETC もついてるんですね。はい、どこですか。ね、こちら。あ、こっちですか。はい、ここ開けますね。はい、ここに、あ、このところに ETC ついてましたね。はい、ついてます。
あとですね、はい、この車結構ですね、はい、小物入れが充実してまして、はい、そうなんですね、はい、例えばまず定番のここですね、あ、ここですね、はい、あとここ物置けますね、はい、そう、ここ置けますね、はいはいはい、で先ほど ETC のあったここ、あ、ここですね、ありますよね、はい、あとこちらちょっと小物が置けて、ここと、あ、ここ置けて、はい、行けますね、置けて、でドリンクホルダーで、ここにも、あ、なるほどなるほど、おまけにですね、はい、ここの前にも、あ、ほんまや、ここにもありますんでね、結構充実してますね、そうですね、あとですね、はい、こちら、あ、ここにも置ける、はい、でここも開きます、下にもある、はいはい、もちろん横も置けますもんね、横も置けますもんね、あとここにね、はい、定番のメガネ置くやつですね、あ、ついてますね、残念でした、あ、鏡ですか、鏡なんですよ、鏡があるんですね、そうなんですよ、ここ知らんかった知らんかったじゃあ次後ろ見ましょうか、そうですね、後ろ開けてください、じゃあちょっと開けますね、はい、開けてください、開けます、どうも、手動ですか、手動です、手動ですか、両側手動です、まあ、16年前だからね、はい、しゃあないですね、しゃあないですかね、で後ろもシートカバーついてて、そうですね、綺麗やし、そうですね、下も綺麗ですよね、はい、めっちゃ綺麗じゃないですか、はい、座り心地も問題なく、うん、問題ないです、大丈夫です、じゃあ3列目のシートも見ときましょうか、ごめんなさい、これね、はい、5人乗りなんですよ、え、5人乗り、5人乗りなんですよ、ミニバンやのに5人乗り、そうなんですよ、まあ、ある意味贅沢ですよね、贅沢ですよね、これシートないんですね、シートないんです、隠れてるわけじゃなくて、はい、もともとないんですね、もともとないんです、じゃあ3列目がないということで、はい、だけジルも見ときましょうか、開けますね、どんな感じになってるのかね、どんな感じだかね、気になりますね、はい、ちょっと開けます、あ、二段ベッドみたいになってる、はい、そうなんですよね、なるほどなるほど、上下分かれてますね、はい、これもちろんこの板取れますよね、取れます、こちら取れますんでね、あ、取れますね、はい、じゃあ取ったら、はい、まあ、普通みたいにもできるし、そうですよね、つけたら二段ベッドみたいに、一応テーブルになるみたいです、マジっすか、これ足ついてますね、ほんまや、ちゅうことはアウトドアで大活躍じゃないですか、はい、いいですね、めっちゃいいっすよ、めっちゃいいですね、これこのテーブルだけ僕欲しいですわようできてますね、できてますね、ただ5人乗りなんで、はい、シートアレンジってあんまりできないですね、いやいや、できるんですよ、これできるんですか、はい、ちょっと見てみます、ちょっとやってみましょうか、そこまで言うなら見てみましょうか、ありがとうございます、じゃあ倒しますね、はい、お願いします、まずこちら倒します、はい、はい、倒れましたね、はい、じゃあこちらも倒しますね、はい、はい、倒します、はい、倒れましたね、倒れましたね、ただね、はい、この溝結構あるから、そうですね、なんか使い勝手いいか悪いかよう分かりませんね、ちょっと気になりますよね、なんか意味あります、これ倒す意味、あ、一応ね、はい、まだあるんですよ、何があるんですか、やってみていいですか、やってみてください、はい、でこちらとこれがあるんですけど、はい、こちらを触ると、はい、ちょっと、お、あ、すごいじゃないですか一応ね、じゃあこっちも行きますね、はい、はい、こちらとこちらで、こういう感じで、あ、すごいじゃないですか、はい、これ布団引いたら寝れますね、まあ寝ようと思ったら寝れそうですね、ようできてますね、これ、ね、よう考えてますね、ちょっと感動しましたね、嬉しいですね、ということで、はい、今回は中古車、はい、トヨタノアの紹介でした、はい、ちょっとまとめますね、はい、こちらまず年式は平成19年9月、16年内ですね、で走行距離は6万7000キロです、でグレードはグレードが、スタンダードな YY ですね、で車検はいつまでついてましたか、はい、令和6年の9月までついてます、じゃあ一番気になる、はい、お値段ですね、はい、支払い総額おいくらになるんでしょうか、総額、税込み43万円です、安い、いいですよ、めっちゃ安いじゃないですか、はい、これすぐ売れますよね、これ多分すぐ売れると思います、絶対売れますよね、はい、ただね、はい、1個だけ不満がありまして、はい、なんかないんですよ、なんかないですよね、ドライブレコーダーないんですよ、あ、そうですよね、ただお値段安すぎるんで、はい、おねだりしにくいんですけど、はい、どうしましょう、行っちゃいましょうか、行っちゃいましょうか、行っちゃいましょうか、ナイスで行っちゃいましょうか、ナイスで行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、はい、ボッツの挑戦を見たよと一言おっしゃっていただきましたら、当社指定のドライブレコーダーお付けさせていただきます、じゃあ必ずね、はい、この動画見たって言ってください、はい、じゃあドライブレコーダーついてくるんで、はい、ただですね、大阪府以外の登録の方は別途費用を頂戴します、はい、ということで、はい、今回は中古車、はい、トヨタノアの紹介でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。